はい、本日はこちら、電音の、DCD1550 ということで、CD デッキの方になります。まあ単品の大型デッキになりますね。でこちらの方はスーパーブックオフで、ジャンクコーナーに、1980円で売られていた商品になります。ちょっとこちら写真撮り忘れたんですが、非常にお安く購入できたかなと思います。シャーシすごいなと。こう頑丈なシャーシで、CD は、まあ、再生できるということで、ジャンクで売られていました。ね、こちらの方、再生するのか、しないのか、ちょっと見ていこうかなと思います。電源オン！非常に見やすくなってますね。で、なんかちょ、虫眼鏡的な、その、拡大効果があるんですかね。非常に見やすい、液晶ですね。で、オープン。はい、問題なく開きますね。それではこちらに、CDR、CDR をちょっと入れまして、で、はい、ドックは読みましたね。普通に再生してますね。で、問題なさそうな感じですね。で、早送りもいける、巻き戻しもいける。2曲目、3曲目、いけますね。じゃあ一旦アナリコで聞いていきます。ちゃんとなるのか、ならないのか、聞いていきます。お？何今の？なんかおかしかった？コンポにつないで聞いていきます。これ今 AUX で聞いてます。あ、音はちゃんと出てる感じがしますね。ただ何回か CD の読み込みが遅かったような気がするので、 CD のレンズを一旦クリーニングかけようかなと思います。それとちょっと今気づいたんですけど、なんかこれですね、これが閉まらないんですよ。これなんでか、これなんかもうこのなんか引っかかり感は若干あるんですけど閉まらないっていう問題があって、ちょっとこの中開けてこれがちゃんと止まるようにですねしていきたいなと思います。まあ、ちょっとそんな感じでですね、メンテナンスをして、ちゃんと使えるようにしていきたいなと思います。あとグリスアップの方もして滑らかに動くようにしていきたいなと思います。じゃあ今からやっていきます。アクセスとしましては、この横ですかね、これをまずちょっと外さないと、もしかしたらシャーシがガバッとこう取れないと思うんで、まずこれを取っていきます。これ両サイドありますんで、もしかしたらこれは木枠だけかもしれないですけど、これを取ると、あ、こんな感じになってますね。これは取る必要ないんか、あれ、これ取る必要なさそう、よいしょ、多分取らなくて、取らなくていいですねこれ。まあついでなんで、このシャーシを取るために、この上のこのネジですね、これを外していく必要があると。 1,2,3,4,5,6,7,8 箇所、8箇所を外して、で後ろはこれですね、1箇所になります。木枠はちょっと、戻しておこうかなと思います。こうか。こういう感じで。この木枠があるから、こう、重厚感が出るって言いますか。なかなかこれがアクセントになるんですね。
それでは上のこのネジですね、8本外していきます。よし、はい、8本取れました。で、次後ろですね。これで一応問題なく取れるはずなんで取っていきます。わあ、あ、こういう風に開くんだ。なるほど。こう、あ、覚えとかなあかんのか。こうですね。こうなってます。とこちらの機械がこう、はい、こちらが CD 装置ですね。 CD の、スロットの部分と、でこちらがトランス電源部分ですね。電源部分から、こちらですね、はコンデンサーがたくさんありますね。うん、大量の、コンデンサー。そしてこちらが、ロジックボードですね。まあ、こんな感じで、成り立っていると。で、前面パネルに、直結するここの、フラットケーブルですね。これが 前面のパネルにつながるというような機構になってます、うん。で、この前面パネルにアクセスしようと思うと、めんどくさそうやな、これ。これにアクセスしようと思うと、この辺を全部取って、あ、これ取れますね。これはもう取れますね。これも。あ、これはここで噛んでるから、後ほど取ると。で、この辺も噛んでる。ここだけ噛んでないですね。一旦取れますよと。したときに、どうするか。このネジを、この1、2、3、まず取りまして、で、後ろもあんのかな。後ろ、あ、ここの、何やろな、これ。何かがおかしい。止め金みたいなのが、何でくっついとったかですよね。これを外してみましょうか、まず、単純に。これ外したら、なんか、ばらけてすぐわかるかもしれないんで、外していきます。こうなってた。うん。何かその、磁石だとか、引っ掛けとかはないですね。おそらくここですね、やっぱり。こっから見たらわかりますかね、これ。ハの字になってるやつ。これが、これ。この山形になってる、これを、ハの字のやつがバカになってるために、引っ掛けれないと。状態にまで、摩耗が激しくなってるんじゃないかなと。こちらの方から、アクセスができそうなので、これを取って、見ていきます。これだけでいけそうな気がしてきました。ここにハの字になったやつがあって、掴みきれないから触れないような、こうあったらこう前後しながらこうグッと掴むというような感じになっていて、この前後するところの、どうも油がないがために、ちょっと下がりにくくなってるんじゃないかなと思います。それを下げるようにすると掴めるんじゃないかなと思いますんで、ここに油を塗っておきます。カチカチ言うようになったんで、もしかしたらこれでいけるかもしれないですね。よいしょ、これでうまくいったらいいんですけど、今から取り付けていきます。よし、はい、ちょっとこれで見てみます。はい、あ、良くなりましたね。うん、まあ、こんなもんなんかな。
ちょっと斜めになってる気がするんですが、うん、まあ一旦こんな感じで、はい、この可動部分はシリコングリスを塗っておきます。とりあえず一旦は閉まるようになりました。次は、清掃しようかな。次はこちらですね、清掃をしていきます。はい、トレー周りはまずここのピックアップレンズが動く部分ですね、この導線とここの、横のスライド部分の清掃、この辺は汚いなこれ、うん、この辺をちょっとしていきます。あ、大丈夫かですね、この横ですね、綺麗にしてから、グリスアップしていくと。で、ここ後ろですね、うわ汚な、ここここも汚いので全体的に清掃ですね。再生のチェックをして問題のないか見ていきます。電源を入れていきます。電源を入れて CD を入れていくと音を聞いていく。はい、大丈夫ですね。まあこんな感じで修理の方、まあ、修理っていう大したことはやってないんですけど、まあ、トレー周りとかですね、こういったパネルの部分がおかしいっていうことで、まあ、ジャンクだったのかなと思います。 CD を聴く分にはすごい使いやすい機械になってますので、まあ、私もこれ末永く、ちょっと使っていこうかなと思います。まあ、ちょっと飽きたらですね、まあ、ヤフオクに出したりですねしていきたいなと思います。うん、まあそんな感じで、まあ次新しいいい機会があるまではこれを使っていこうかなと思います。はい、本日の、動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。まあこんな感じで治りました。うん、まあ、一旦これで使っていこうかなと思います。こう見栄えもなかなかいいですね。電源入れていきます。でオープンして、で再生、まあ、こんな感じで、問題なく再生することができました。